はい、チューリッププリンセスです。続きです。また555人の555がよっぽど嬉しかったみたいで、またこれスクリーンショットしつこく撮っちゃってましたね。なんか555っていいなと思って、2時にも撮ったのにまた4時ぐらいにも撮っちゃってました。はい、あ、これがこの誰もいないスペースがあったので、ここから皆さんに何か言おうと思って撮った動画ですね。多分すごい生焼けのことを気にしちゃってる気にしちゃってる動画だと思うんですけど、ちょっと本当にその時は大丈夫かなってちょっと不安だったので、決して誹謗中傷ではございませんが、なんか不安だったんでしょうね、言ってる動画ですね。多分大丈夫だと思います。万が一回ったらちゃんと言おうかなって思います。これですね、この100万回生きた猫、こちらですね、100万回生きた猫、これ私ね、お家にあったんです。なのですごい懐かしくなっちゃって、これもすごい、なんていうのかな、不思議なお話ですよね。なんかいろんな人に飼われて100万回生きて何回も生まれ変わった猫なんですけども、毎回猫に生まれちゃうんですけどね。でも最後なんかこう一目惚れしたみたいな美しい白い猫に出会って、本当に恋に落ちて夫婦になって、で最後白い猫が死んじゃって、もうずっとこの猫が今まで自分が死んでも誰が死んでも悲しくなかったのに、一晩中ずっと泣いて泣いて、次の日も次の日も次の日も泣いて、最後泣き疲れて白い猫を抱きかかえたまま自分も死んじゃって、そこからもう二度と生まれ変わりませんでしたっていうラストなんですけども、すっごい久しぶりに今日読んで、最後やっぱりね、ちょっとグッときちゃいました。ちょっと感動しちゃいましたね。皆さん100万回生きた猫知ってます？もし知ってたら感想とかあったらなんか教えてください。どういうふうに思ったとか、どういうふうに受け止めたかとか、もしあったら聞きたいです。ごめんなさい、これ間違えてブレで撮っちゃったお写真削除 し忘れました、ごめんなさい。はい、こちら外に出ました。外に出て、これはね、もうちょっと最近もう4時半ぐらいからあれですね、暗いですよね。なのでもう夜景みたいな感じになっちゃってるんですけども、まだ時間としては4時半から5時ぐらいかもしれないんですけれども、こんな感じで築地本願寺はもうね、綺麗にこう夜景っぽくなってたので撮ってみました。こんな感じ、あ、ちゃんと私動画撮ってましたね。なんか雰囲気ありますよね、ちょっとかっこいい感じ。ちょっと怖いかもしれないですけど一人でこれ夜いたらね、ちょっと不思議な気持ちになっちゃってね、また漂っちゃってましたね。母が一緒に行ったら寂しくなかったんだけどね。これです、目の前まで来て、ここに私一人でポツンといたと思ったらちょっと怖いですよね。なんか意外に人少ないんですね、夜。もうね、閉まっちゃってました、また漂っちゃいました。なんかね、歩いてたらこんな、なんかまたさっきのところとは別の和食屋さんみたいなのがあったんですね、その敷地内に。なのでまた行ってみたいなと思ってお写真撮りました。天丼とかお蕎麦とかがあるみたいですね。これもまた行ってみたいなと思います。これですね、しすいかな、日本料理。なんかね、あんみつとかもあったかな。これですね、母があんみつ好きだったなと思って撮っちゃいました。母だったら絶対これにするだろうなと思って、あんみつ姫、あんみつ好きなんですね、母。あんみつ760円がありました。こちらの本願寺まんじゅうセットかな、680円、580円とありますね。お抹茶が食べれる、お抹茶がいただけるのかなっていう感じですね。あ、これまた出たところのお寿司屋さんですね。出たところになんかお寿司屋さんがありました。またお時間ですね。